ババ抜きで勝負よ。誰がジョーカーを持っているのかしら。刹那、どうでしょう。カーリン、どうかしら。それじゃあユウ、どうかな。霞が怪しいわね。っていうか持ってても言いませんよ。よ、ジョーカーを引いたわ。さあ奪ってみなさい、できるものならね。ランジュ先輩、ババ抜きのルール知ってます？上がりです。残るは歩夢とランジュちゃん。やっぱり最後までジョーカーを持っていたのはランジュだったわね。なんで負けたのに勝ち誇ってるのさ。